今日は美味しいアスパラを使ってヘルシーなアスパラの豆乳ポタージュを作っていこうと思います。アスパラ3本に対して玉ねぎ半玉をスライスして、両方を耐熱ガラスに入れて加熱していきます。耐熱ガラスの蓋は半分閉めたくらいにして5分間加熱します。蓋はこのような状態で5分加熱していきます。5分間加熱したアスパラと玉ねぎです。これをミキサーに加えていきます。レンジで加熱した際に出たお野菜からの汁はそのまま一緒に加えてください。とても美味しいエキスが出ます。ここに豆乳を 400cc 加えます。豆乳と加熱したお野菜を加えたものを攪拌します。滑らかになって一様の色になるまで攪拌してください。攪拌したものをお鍋に移したものです。これを中火にかけていきます。同時に味付けもしていきます。アスパラと玉ねぎの甘みがあるのでコンソメの素を小さじ1杯加えます。鍋底が焦げつかないように滑らかになるまで加熱していきます。このくらいクツクツしてきたら火を止めてください。最初のレンジの加熱でお野菜には火が通っていて甘みが出ているので、加熱は豆乳に火が通る分で十分です。器に盛ってアーモンドスライスとブラックペッパーをトッピングして完成です。今回はティーカップに盛って洋風な盛り付けにしましたが、例えばこのように小丼に盛って和の雰囲気にしてもうぐいす色でとても素敵です。ぜひ試してみてください。豆乳とアスパラと玉ねぎを使ったスープなのでとてもヘルシーですが、まろやかで野菜の甘みを感じられるとても美味しいポタージュになっています。